鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年が経過したよね。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだぜ。さて今回は出雲&加賀渓流、入港について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということで、道東における基地建設が本格的に進められていると伝えているよ。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したよね。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したんだ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方 km で周囲 16.5km。島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していた。タストンエアポート社当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたことから、その時は有人島扱いになっていたようだね。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の、陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたんだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案。種子島などにでは地元説明会を開いていたぜ。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したらしい。そのせいで計画が危ぶまれていたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2+2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海事空事領守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだな。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたから、まるで基地のための街が出現したようだと言っているよ。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用と見られる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた日本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったんだって。防衛省の計画では基地滑走路は2本、島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの主滑走路と1830メートルの横風用滑走路だな。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっているが、現時点では全体像はまだ認められないぜ。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など幹線係留施設の設置が予定されているね。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている出雲型護衛艦。基準排水量19950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものだよ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や小波堤なども建設される予定みたい。馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300メートルまで伸ばす予定ということらしいんだ。馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているね。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているよ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の給養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているぜ。その間、関西機パイロットは空母からの離発着ができないんだが、その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているから、平時においては概ね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常だな。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているらしい。この FCLP は空母が出港する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよね。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母関西機が厚木基地を陸上基地にしていたから、横田基地なども併用して実施されていたんだけど、両基地とも市街地が近くにあるから、騒音問題が絶えなかったんだ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたみたい。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母関西機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたわけだな。だが、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよな。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なことから、その点の不安も理由にされているんだろう。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしいぜ。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しているよ。馬毛島を管轄する種子島の西之表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西之表市議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているんだけど、種子島島の3市町村のうち、西之表市以外の中種子町と南種子町では町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているみたい。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているな。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになり、馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種子島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているらしい。ということは、過疎が進む種子島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるぜ。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるから、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか、反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。日本の自衛隊が運用する防衛装備品の中で、海外からの評価が特に高いのは通常動力型潜水艦で、その性能は世界一とさえ言われているよ。特に静音性に関しては文句なしに世界一と言っても過言ではないよな。そうだね。さて今回はそんな海上自衛隊の通常動力型潜水艦に世界が注目している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本においては太平洋戦争後にアメリカを中心とする自由主義の西側諸国と、旧ソ連を中心とする共産主義の東側諸国の対立が激化していわゆる東西冷戦の状態となり、アメリカの同盟国となっていた日本では自民党の佐藤栄作内閣が、1967年に共産権及び国際連合決議によって武器禁輸措置を取られている国、及び紛争地域への武器輸出を禁止するとした三原則を策定したんだ。ただしこの時点では、この三原則は他の地域への武器輸出を慎むとの表現で記載されており、当該国や第三国への武器輸出そのものを禁止するものではなかったんだよな。しかしながら、1976年2月に自民党の三木武夫内閣によって、9年前に佐藤内閣が打ち出した三原則に、いくつかの項目が書き加えられることになり、日本からの武器とは本来的に銃や砲などの火器類を指すを搭載していて、そのもの自体が直接人を殺傷する威力があるか、あるいは武力闘争の手段としてのものの破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなものは、アメリカなどの西側自由主義諸国に対しても日本は全面的に輸出や共同開発などを禁止することが、適用されることになったという経緯があり、原則に輸出禁止と明記されていたものではなく、あくまで政府の解釈という形で堅くなに守られてきたものだったってわけだ。そのため、日本の国内防衛産業が製造する武器は自衛隊が運用するものだけとなり、生産数が少ないことなどで生産コストが高くなることに加えて、防衛費が国民総生産 GNP の 1% という枠にとらわれていたことで、日本の防衛産業は防衛装備品の開発と製造では利益を出すことができなくなり、次第に衰退していくことになったぜ。しかし、この傾向に異議を唱える声が与党自民党内に上がり始め、安倍晋三内閣の2014年4月1日、国家安全保障戦略に基づいてそれまでの武器輸出三原則に代わる、防衛装備品移転三原則が制定されて防衛装備品の海外移転事実上の輸出が承認されたな。この頃オーストラリア海軍では、運用している6隻のコリンズ級潜水艦が、劣悪な騒音が発生することや、故障が頻発することなどで稼働率が低く、その信頼性が極端に低かったことから後継潜水艦の選定を急いでいたよ。日本と同様に四方を海に囲まれて長大な海岸線を持つオーストラリアでは、後継の潜水艦については2009年のオーストラリア国防白書において定義され、2030年代の戦略環境を見据えたものとして、必要に応じ温海域での作戦行動も実施可能な通常動力型潜水艦の取得を目指すとされたんだ。この後継潜水艦は、オーストラリア周辺海域のみならずアジア地域の軍事力近代化に対応するためとして、これまでの6隻から倍の12隻を取得するとの構想で、任務としては対戦攻撃能力対水上艦攻撃能力、戦略的打撃能力機雷敷設及び探知能力情報収集能力特殊部隊潜入補助及び、脱出支援能力戦場情報収集支援能力など、幅広い性能が求められたね。オーストラリアはその後本格的な検討に入り、後継潜水艦について既存潜水艦の設計を活かした上での、設計案コリンズ級の能力向上型などや、全く新しい潜水艦の設計を実施する案が検討されたが、2014年当時のオーストラリアのデイビッド・ジョンストン国防相のコメントにおいて、コリンズ級改と新設計案が主に検討されている中で、コリンズ級の焼き直しによる2000トン級の潜水艦では、遠洋に出るにはサイズが小さすぎるとの意見が出ていることなどが示されたみたい。また、新設計の場合にはその原型艦として、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW の216型通常動力型潜水艦、214型潜水艦の拡大改良型で4000トン級や、スウェーデンは同国の A26 型通常動力型潜水艦の拡大型などが候補に挙げられ、あるいはフランスから果ている中で、日本の海上自衛隊が運用している総流型潜水艦。2009年収益開始、水中排水量4000トンもまた有力候補に挙げられていて、防衛装備品移転三原則が制定されたことが追い風となって売り込みが行われていたぜ。オーストラリアは日本と同様に原子力を軍事利用することを禁止していて、行動半径の大きな航続力が長い、通常動力型の潜水艦の導入を希望していたことから、日本の当時の最新鋭であった総流型潜水艦に興味を示しているとされ、日本が防衛装備品移転三原則を制定したことで潜水艦の輸出が可能となったこともあって、性能が優れている通常動力型潜水艦として最有力視されていたらしい。オーストラリア政府は、後継の潜水艦に搭載する武器管制システムにコリンズ級でも使用されているアメリカ製の ANB-YG1 を搭載することが求められていたため、総流型をそのまま導入するのではなく改良型として、日本と共同開発の形を希望しているとされ、その場合はアメリカも共同開発に加わるという報道もなされるなど、具体的な動きが伝えられており、このことに対してアメリカもまた日米豪3カ国の武器の相互運用性が強まるとして、総流型がオーストラリアへ輸出されることを歓迎しているとされ、日本の潜水艦が初めて輸出される日が近いと見られていたよ。当時、オーストラリアのアボット首相は日本の安倍晋三首相との関係が良好であり、その点からも総流型の導入が濃厚であるとされ、オーストラリア側は日本が2015年から建造を計画していた、先行中の動力となる蓄電池に当時世界に類を見なかった高出力のリチウムイオン蓄電池を使った、日本の総流型の改良型潜水艦11番艦王流と12番艦東流を希望しているとも伝えられ、2014年10月16日には当時のオーストラリアのジョンストン国防相が、江戸明則防衛大臣との会談の中で、オーストラリアが計画する潜水艦建造への協力を正式に日本政府に要請するなど、その導入がほぼ確実視されていたんだ。総流型では10番艦の領有までの先行時の動力として、浮上することなく先行したままで、推進できるスターリングエンジンによる非待機依存推進 AIP システムが搭載されていたね。しかしながら、先行時の出力が4から5ノット程度の低速であったため、水中で高速力を得るにはこれまで通り先行時には、鉛蓄電池によってモーターを回し、電池が切れれば浮上して蓄電するディーゼルエレクトリック方式が用いるのが常であったぜ。そのため防衛省では鉛蓄電池と比べて水素ガスが発生する危険がなく、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上となる強力な電池で、さらに繰り返し充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどの利点があるほか、満充電までの時間が短く、自然放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなどの、多くの優れた特性を持つリチウムイオン蓄電池を国内企業に開発させて応流及び東流に搭載したってわけだ。このリチウムイオン蓄電池は総流型の後継である大芸型にも継承され、発火しやすく潜水艦の蓄電池としては問題が多かったリチウムイオン蓄電池によって先行時の速度を大幅にアップさせたんだ。しかしオーストラリアは、総流型を推薦していたアボット政権がターンブル政権に代わると、日本がオーストラリアでの現地生産を拒んでいたことから、国内での建造を最重要視するターンブル首相の判断で、次期潜水艦に大穴的存在であったフランスの原潜を通常動力に変更したアタック型の導入を決定したぜ。しかし、このアタック型はフランス側の設計の遅れからなかなか建造にこぎつけることができず、痺れを切らしたオーストラリア政府はアメリカとイギリスとのインド太平洋地域での安全保障の枠組みをAUKUS発足すると、アメリカとイギリスによって提案された原子力潜水艦の導入に飛びつき、フランスとの潜水艦購入契約を破棄して、フランスとの関係を悪化させたってわけだ。オーストラリア国内ではこれまでの原子力を軍事に利用しないとの方針から、原潜の保有に反対する声が根強くあるとされ、また国内の防衛産業の質の低下から原潜の国内製造を危ぶむ声もあり、日本の潜水艦を発注しておけば何の問題もなかったとする声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。新たな戦闘機の開発、日本、イギリス、イタリアの3カ国による、GCAP グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出したみたい。日本はアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が過大と目されていた点を覆し大きな変化を見せたよな。そうだね。今回は日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表したよ。日本とイギリスでは2021年の末には次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社において実証実験を始動。2022年2月には次期戦闘機用のレーダセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していたんだ。したがって、今回の日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言ってよいだろうな。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は航空自衛隊が運用している F2 戦闘機と、イギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるぜ。この2年ほどで急速に強化された、日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となったわけだな。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野において、アメリカ製の機体を政策に応じて日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになったからね。今回の次期戦闘機開発は現在、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも F2 戦闘機開発の段階では国産機を開発する計画でしたが、当時エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業社を主としながらも、アメリカとの共同開発となり、F2 開発当時は日米貿易摩擦が影響し日本とアメリカ間において政治的な問題から、アメリカの F16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ国産化が果たせなかったんだ。その F16 戦闘機ファイティングファルコンの各部において、胴体を延長し主翼の大型化など機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ大掛かりな変更が加えられ、必要な対艦攻撃能力が強化されたってわけ。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での自由な仕様変更を行うことはできなかったぜ。そこで F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては日本の三菱重工業社を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたってわけだな。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていたんだけど、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないかな。そこで、次期戦闘機開発において戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されているぜ。さて、今回の GCAP グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では三菱重工業社が主契約者となり機体を担当し IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっているよ。そして、イギリスからは BEA システムズ社が全体の統括と機体を、ロールス・ロイス社が機関部を、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあるんだ。そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は F2 戦闘機の後継機には日本の IHI 社が製造した、国産のエンジンを使用するとの見方もあったんだよな。それは日本の次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5-1 エンジンや XF9 エンジンが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応しうる品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、IHI 社が防衛整備省に納入しているからだな。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるものの、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しているよ。この FX9 エンジンは現在の防衛装備庁と IHI 社が次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトはスリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれたみたい。XF9 エンジンを搭載する戦闘機の、ステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは大きな目標だったんだ。そして、近年では戦闘機による空対空戦闘は減少していると入っても、今回の FX9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要だぜ。こうして出来上がった国産の戦闘機用 FX9 エンジンだが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので量産化には時間がかかりそうだぜ。XF9 は戦闘機開発において国産化に向けて一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されているよ。さらにイギリスのロールス・ロイス社との関わりの中でこれまでに培われた技術がいかに活用されるか注目されているね。さて、イギリスのロールス・ロイス社といえばイギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーだよね。そのイギリスのロールス・ロイス社ですがテンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられるよ。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるぜ。しかし、そんなロールス・ロイス社の技術力はアメリカには劣るとはいえ、日本の XF9 エンジン技術よりははるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり開発の主導権を握るのではないかと目されているな。そして、IHI 社製の FX9 エンジンだが、小スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後これまでの開発を活かし実用機での採用を期待したいところだぜ。IHI 社は2007年7月に社名を変更したんだけど、それまでは石川島播磨重工業株式会社として江戸末期から160年を超える歴史があり日本の三大重工業の一角を支えている、代表する企業だよね。航空宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野においてジェットエンジンの製造では日本国内で 60% のシェアを誇っているよ。IHI 社がライセンス生産したものには現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあるんだ。また、海上自衛隊が2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、少年 P、低層音が特徴で実用化量産化されているぜ。このエンジンはターボファン形式の高バイパスエンジンとして民生品にも応用が模索されているらしい。海上自衛隊が運用しているヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型やミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けたジャパンマリンユナイテッド株はユニバーサル造船と IHI マリンユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業であり IHI 社の技術力の高さが伺えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。